コリンヌ・ヌルシェールはフランスの女優。本名はロジタ・クリスティア・ルイベットルシェア。パリで生まれる。父は政治家でジャーナリストのジャン・リュシェル。母は画家。父方の祖父は歴史家で作家。母方の祖父は画家。祖祖父は哲学者という一族の中で育つ。演劇に興味を持ち、中東教育を3年で止め、俳優兼映画監督のレーモン・ルーローから演技を。 学ぶ。16歳の時に、父方の祖父ジュリアン・リュシェールが彼女のために書いた劇で、本格的にデビュー。1938年の映画、孔子なき牢獄で、世界的な注目を浴びる。その後、数本の映画に主演したが、病弱だった彼女は結核にかかり、1940年のイタリア映画アボンドーノを最後に演技から遠ざかった。父親は、心読派として知られていた。 父親の名付け親は当時、オーストリア・ハンガリー帝国領民だった、ハンガリー人の銀行家でもあるなど、欧州中を行き来して暮らす、裕福で国際的な一家であった。幼少時に、母親がドイツの政治家、グスタフ・シュトレーゼマンの愛人となり、コリンヌを連れてドイツに出奔したこともあった。他方で父親も女優マリーベルなどと関係を持つなど放らな、 家庭環境だった。少女期に、シュトレイゼマンの友人で、親なちの銀行家、クルトフォン・シュレーダー男爵に見染められ、シュレーダーの邸宅に引き取られる。シュレーダーの周囲のなち幹部とそこで親しくなったという。父親の親友でもあり、父親の秘書シュザンヌを妻にしていた、ドイツの中仏大使、オットー・アベッツともシュレーダー邸で知り合う。コリンヌとアベッツは1939年まで、 愛人関係にあった。1941年に療養先のモンブランのふもとの保養地無税部でフランス貴族の義、ドボワザ・ラベルニエールと結婚したが、同地出身のスターでスキーの世界王者エミール・アレイとの不倫関係が破綻した後に自殺未遂事件を起こし離婚。パリに戻った。父親がドイツ占領下の新聞界において独裁的な 権力者になっていたことから、その後ろ盾のもとで、微斯政権の華やかなシンボルとして、社交界で本放な生活を送り、歌手のシャルル・トレネラと交際する。1944年5月10日に、オーストリア人のドイツ空軍将校との間に娘を設ける。しかし運命は安定し、1944年8月のパリ解放の後、自殺を図ったが死にきれず、 父親とビシー政権閣僚と共にドイツジグマリンゲンに移送される。その後、父親と共にイタリアのメラーノに逃れるが、1945年5月に逮捕される。ビシー政権の亡命政府の閣僚になっていた、父親は1946年2月に重殺刑となり、彼女は大毒協力の罪で投獄される。1948年に釈放され、 1949年に自伝を出版した。イタリアでの映画出演の話もあったが、再び結核に倒れ1950年1月に死去。こうしなき牢獄は1939年に日本で公開されて大ヒットし、ルシェールは当時の知的階級の青年たちの間で一躍人気を集めた。この作品は戦後も幾度となく再上映された。 戦中戦後に公開された当時に、彼女に夢中になった青年たちは、戦後の彼女の消息を常に気にかけており、釈放された後、アルジェリアに渡って、召喚を開いて生き延びているという噂もあったという。おそらくこの噂の出所は、遠藤周作が、伊達隆一郎名義で、オール読み物1954年8月号に発表した小説、アフリカの大衆。 マクツにいたコリンヌ・リュシエールだと推定される。1977年1月にこの作品が NHK 教育で放送された際、ゲスト出演した遠藤周作は我々の青春時代の象徴であると語っている。1980年には鈴木明がコリンヌはなぜ死んだかというノンフィクションを発表し、話題になる。戦中派。 昭和一桁世代からの熱心な支持は1988年に週刊文春が行った我が青春のアイドルベスト150アンケート海外女優部門で彼女が堂々の3位に入ったことにも現れている。ありがとうございます。